マティス・マリスはオランダの画家である。パリで活動した後、ロンドンに移り、ロンドンでは幻想的な人物画を描いた。デン・ハーグの出版業者の息子に生まれた。兄のヤコブ・マリスと弟のウィリエム・マリスも画家になった。1851年からハーグの画家、版画家のアイザック・コーナラス・ウェリンク・スタークに学び、1852年から1855年まで、 ハーグの美術学校で海洋画家のマイヤーに学び、マイヤーの推薦で奨学金を得て、1855年から1858年までは、兄の学んでいたアントウェルペンの王立美術アカデミーに移り、ニケーズドケーゼルの下で学んだ。アントウェルペンでは、兄のヤコブと共同でスタジオを開いた。1858年にハーグに戻り、ハーグでも、 兄と同じスタジオで働き、肖像画の依頼などの報酬で、兄弟は多くの芸術家が活動していたレンクムのオーステルベイクで活動することができ、ヘラルト・ビルデルスやアントン・モーブといったハーグ派の画家と知り合った。1860年には兄とライン川流域、スイスを旅し、フランスを通ってオランダに戻った。ケルンでは19世紀のドイツロマン主義絵画の 展覧会を見て影響を受けた。オランダに戻った後、兄弟はアムステルダムやハーグで作品を展示したが、評価は得られなかった。ヤコブがパリに移り成功した後、パリにマティスを呼び1869年にマティスはパリに移った。不仏戦争の後、ヤコブはハーグに戻り、マティスはパリに残ったが、パリの多くの芸術家と同じように経済的に苦しい。 時代を送らなければならなかった。スコットランド出身のデザイナーで画商のダニエル・カティアに勧められて1877年にロンドンに移った。イギリスでは幻想的な人物画を描いた。ロンドンで死去した。ありがとうございます。